い、では3ホール終わりまして、はい、何オーバーだ、今749だから7オーバーだ。はい、まあ、ちょっと途中のクラブ短くちょっと握りすぎたりとか前やってたことがちょっと抜けてたんで、それをちょっとここ次のホールに耐えてもらえたらなっていうところで、まだ前の組がいるんで、はい、コメント返しをちょっとしていこうかなと思います。お願いします。リリリリ36583、はい、です。ありがとうございます。スカートでストレッチはちょっと勇気いりますよね。あ、ストレッチ編ですか。はい、そうですね。山本に帰ってすでラウンド後のストレッチとかあったらそれも知りたいです。私の友人がラウンド終わったらクラブハウスでそのままストレッチポール使ってやってたので。へー、なるほど。ラウンドストレッチポール、ボコボコってですか。ありますね。自分で持ってきててってことですよね、きっと。多分でもあれちょっと短い肩幅ぐらいのやつとかもあるから、それ使ってやってるのかな。じゃあちょっと次機会あったらやるか。やりましょう、ストレッチ。そう、ちょっと来月がね、ゴルフ場で撮影する予定があるから、それ終わったらじゃあ、はい、やります。やりましょう。次、これなんだろうね、 SCAR44103、 ありがとうございます。よっしゃー、びっくりマーク。あ、なんでしょう、ちょっとよくわかんないですけど、はい、あれだ、きっとストレッチの時だから。あ、そういうこと。需要があったってことですね。ありがとうございます。次ね、はい、アンモモシンゴさん、はい、このぼかしは意味があるのってあります。一応あります。そのぼかしというものをぜひ上か下か多分リンク貼り付けてあると思うんで、ちょっとこういう風なねモザイクかかった動画ちょっと貼り付けていただいて、ちょっと見てみてください。ください。意味あるかって言うと意味はあるんですよね。あります、あります。ただ意味、私たちにとって意味があるだけで、見てる側がちょっとどうかは、そうですね、ちょっと定かではないんですが、はい、よろしくお願いします。次、はい、ハム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 ム08053、はい、ありがとうございます。トルネードスティックだね。あ、自分も買いました。毎日じゃないですが、スティマックスイングがスムーズになった気がします。自分も100ミリ頑張ります。だそうです。私も今日持ってきてます。いつも使ってます。朝練習でね、使いましたもんね。やりました。もちろん使ってます。効果があってよかったです。次、はい、USERMZ4GT4FU5C さん、ありがとうございます。ユーザーか、これは。まあ、いいや、はい、前にもコメントしたけど、相変わらず森ちゃんの笑顔がいいわ。いや、あ、恐縮です。本当に。この灼熱の中、さっきもずっと笑顔でしたからね。もうすごいです。ありがとうございます。ありがとうございます。もういい人、うるさいって言わないです。いやいや。いい笑い方ですよね。ありがとうございます。絶対に。ありがとうございます。恐縮です。落とし間が。はい、G58100220013、 はい、ありがとうございます。ナイス、はい、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあコメント返し以上です。第1弾以上です。構成戻ります。いきますか。パーホールですね。はい、まあ、あの旗よりもちょっと左ぐらいで、はい、ここら辺を目指して、ナイスー、ナイスショー、うまい、いい、ナイスです。嬉しい、すごい。下りも相まってめっちゃ飛んでます。あそこが旗だもんね。はい、そうです。あそこ旗からこんなところまでボールが、すごいね、超飛んだよ。やっぱり残りピンまで136ヤードなんで150くらいですかね、飛んだの。じゃあ、違うか、もっともっと330とかだったかな。めっちゃ飛んでる。あー、嬉しい。そんなこともつかぬ間、私は戦略を練ります。そうですね、はい、そうです。右に行きやすいんです。うん、そう、だから右に行くのは奥なんです。ちょっとちょっとちょっと、そう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 、はい、はい、ゆうちゃん、戦略中。ちょっと入って、
一人だと7タス、うん、じゃあどれだ、いいよ、やろうかな、楽しみだね。いやでもなんかこうやって部屋になんかこういろいろくるくるやってると、でもこういう球今まで打っててなかったもんね。そうですね、だいぶボールもこう放物線学園に安定して打てるようになってきたなっていう感じはするかな。ありがとうございます。また落ち着いていつも通り、ちょっとパニックになるとね、パタパタしやすいから。そうですね。パニックになった時どうしたらいいですか。パニックになった時は欲をかかないことだね。ちょっとでも飛ばそうとか。そうです、そう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 、確かに一度ミスっちゃったからその分取り返さなきゃー、そう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 、頭にはなります。いいのいいの、別に取り返さなくて、そこのコース取り返すのはそこじゃないから、そこのコースでじゃなくて違うコースで取り返せばいいのよ、っていう考え方にするっていう感じ。よし、お、転がってます、転がってる、ナイス、まあまあ、オッケー。一個言うとしたらボール右側に置くの忘れてない？左足下がりの時忘れてます。そうだからちょっと届かなかったってだけ。ボールこっちか、そう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 、ここで当たるように、そう素振りしてかすった位置に送りま、かすったかこすった位置に置きましょうねっていうやつ。そうそうそう、だから上がった時にぶつかって、そういうこと、そういうこと、打ち方があるわけじゃないの。そう、かしこまりました。雲がやっと大きい雲が出てきて本当に最高ですね。さっきすごいな、すごかったもんね、日差しね。いやちょっと怖かったです、まさか、まさか、ちょっとゴロゴロしてる、ゴロゴロしてます。やっちゃった、結果ぐらいじゃない、ナイス、よく打った。頑張ったけど。惜しい。この間パター教えてもらって握り方変えて、なんか自分の中で安定してるような気がします。距離感が？はい。おお。よかったそれは。あとなんかこうあっち行っちゃったこっち行っちゃったとか、ちょっと安定した。安定してきた。素晴らしい。いや今のはよく打った、打った打った、オッケーオッケーオッケー、ありがとうございます。今の、今のはいいよ。はい、うわー、オッケーオッケー、頑張ろう、次次行きましょう。よし、落ちてきて、おー落ちてきた、オッケー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 、よかったよかった。残り140ヤードで、手前にバンカーがあるんですけど、そこの手前のが125ヤードなので7番とかにしようかな。オッケーと思います。よかった、あんまり傾斜がなくなってね。え、はい、くりくり、そっち右向こうか、そっち左、そうそうそう、いいよ、はい、おー、まあまあまあ向いてる方向まっすぐ行ったかな。はい、じゃあ80だよ、80。そうですよね、だから9番来る、うん、ちょっと気にして右、そうだね、ちょっとバンカーがね左手前にあるから、はい、そうですね、結構おっしゃー、万入しちゃいましたね。すごい綺麗に打ってたと思う。ありがとうございます。オッケーオッケー、いやいや、体を向けるのを変えた方が良かったですかね。いや、いい、大丈夫大丈夫大丈夫。うわー、ここやだった、顎高いね。はい、あ、なるほどなるほどそうだよね、うわ、バンカーをしっかり重心下げて、そうですよね、あんまり飛ばしたくないので、そうそうです、ピンまで近いからドンって上から、そう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 、そうよ、 OK、 よし、
それ短く握りすぎ。短く握っても3本まで。そう。膝曲げて。はい。膝を曲げて。そう。もちろん足の幅狭くてもいいよ。オッケー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 。いきます。上からドンって。上からドン。おしよ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 し。もう一回。はい。腰止めないよ。そう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 ナイスナイスアウト。一回目からこれ出すのいいのいいの。上からどうって言ったらちゃんとしっかり振り切ってあげる、はい、砂の抵抗に負けないようにね、うん、振り切るが結局大事。はい。あー惜しい。弱い。ここグリーン重いから必ず次のホールから全部カップ越してください。越す。あ、それテーマで。わかりました。確かにさっきからちょっと全部弱いんですよね。はい、はい、6番ホール打ち下ろし入れて100、107番で終わります。はい、お、いいよ。どんな前でしょうか。どんなの。おー、あー、ちょっと上がちょっとこぼれたかなっていう感じ。そうですね。オッケーオッケーオッケー、ナイス。はい、2段目。2段目。はい。さっきの説明、ふわっと。ふわっとでもいいと思うし、はい、転がしてもどっちでも大丈夫だね、この状況。エッジからピンまで距離があるから。はい。ふわっとですよ。うまい。ナイス、ナイスアプローチ。ありがとうございます。素晴らしい。ちょっとオーバー。そう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 。惜しい。惜しい。ナイスパット。ありがとうございます。ナイスイン。ありがとうございます。ナイスボギーだね。悔しい。オッケーオッケー。はい、じゃあ6ホール終わりまして、はい、どうですか。手応えも最初3ホールと比べて、ね、あんまり変わんない。なんか一つ一つ、まあ、バンカーに入っちゃって結構叩いたとか、傾斜、強い傾斜行ってちょっとうまくいかなかったとか以外は比較的当たってるよね。そうですよね。チョロッキーみたいなのはだいぶ少なくなってきたかなと思う。なんかスコア見るとあれですけどねえ、はい、いい感じっていうことで、はい、次コメント返しをまた、はい、第2弾コメント返しです。はい、イエーイ。ユーザー HP1CB さん、笑いの絶えないレッスンいつもそうですよ。いつもそう。やっぱ楽しくやってなんぼだからね。楽しくないと練習もね続かないから。本当に、まあ、時には厳しいこともちょっと言ったりするけど、でも基本はねまず楽しむってことが一番なんで。はい、ありがとうございます。で、続きましてユーザー JH40B さん、ジュンちゃんは元気ですか。ジュンちゃんのゴルフ大好きなのでまた企画してくださいということです。はい、ジュンちゃん。そうだ、私と、そうですよね、森先生しかいないから伝えておきます。おきます。あ、まあ、でもお会いしたことも ね、まだないもんね。ぜひちょっと言っときます。フル株の方に伝えておきましょう。運営に伝えておきましょう。で、MTGTAKA さん、バックスイングで肩が回らず腕で上げる勘違い。私も同じで、うん、結果ボールは右に行く。特にドライバー気をつけます。です。レッスンの時を見てこうやって書いてくれてるんですね。それ何のレッスンの時かな。これが、ドライバー右に曲げたらスクワット。ああ、はいはいはい
私今めっちゃ行きたくない。続きましてユーザー WZO5 さん、また顔に落書き企画やってほしいです。顔に落書き企画ってゴルフでなんかいつか やってたんですかね。他の企画とかで誰かやってるのかもしれないです。この誰の顔落書きが見たいかちょっともう一度コメントいただいて、そうですね、ぜひみゆちゃんと書いてもらいたいぐらいなんだけどコメントお待ちしてます。あとは、続きましてナイスっていう風なコメントもいただいてます。 ありがとうございます。ありがとうございます。一旦これくらいですかね。はい、じゃあちょっと第3弾に回しておきましょう。いっぱいコメントいただいてね。なんかだん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 コメントも入ってきて私たちもすごい嬉しいよね。嬉しいです。頑張りがいがあります。本当もう本当しょうもないこともいいからコメント欲しいよね。はい、欲しいです。ぜひ待ってます。皆さんお願いします。ありがとうございます。では、はい、ラスト3ホール行きましょうか。行きましょう。パー5ですね。はい、ちょっと目線残しておきましょう下にね。惜しい。行きましょう。じゃあすいません、ちょっと今雷が鳴ってきちゃったの でちょっと今日は6ホールで終わりということで、ちょっとこのままクラブハウス戻ります。はい、戻ります。すいません、結構近いところでやばいってますね。じゃあちょっと急いで戻ります。雨も降ってきたんで。あーすごい。はいかぶっちゃった。まあいいよいいよ。はい、ちょっと雷が本当にね、警報鳴っちゃって、そうちょっと今回は6ホールで終了っていう形で形を取らさせていただきました。はい、まあ、安全第一なんでね。本当に、うん、結構遠かったから大丈夫かなとか思ったけど、そんな全然全然絶対ダメだ。皆さん雷だけには本当に、うん、敏感に反応してもらった方がいいかなと思います。すごい怖いから。体験でした。結構近くになってきたし、いきなり。そうね、大丈夫だと言ってたけどね、絶対それは早めの方がいいと思うんで。はい、ということで、ちょっと6ホールだけにはなってしまいましたが、まあ、全体的に見てて、前みたいにこうチョロチョロチョロみたいなのが続くみたいなのはちょっと減ってきたかなっていう。そうですね。アプローチもかなり安定してきてはいるんで。何個かありましたね。やっぱり短く持ちすぎっていうところがちょっとちょろった原因ではあったかなっていう感じ。いや、短く持ちすぎるとジュニアのクラブ振ってるような形になっちゃうから振り抜きにくくなるんですよ。だ私も前ジュニアのクラブ持った時ってあんまり振れなかったじゃないですか。振り切れなかった。それが起こりやすくなるんで、ちょっとそこだけ気をつけてもらってはいっていうところかな。まあ、また来月コースレッスンか。そうですね、あるんで。もうちょっと仕上げたいですね。まあまたちょっと本番が、10月ぐらいかなに試験があるんで、ちょっとそれまで1ヶ月半ぐらいあるんで、そこまでにちょっと調整していきながら、はい、頑張っていきましょう。はい、今日は暑い中からちょっと涼しい中まで忙しい気温でしたが、お疲れ様でした。ありがとうございました。またコメントもお待ちしてますので、よろしくお願いします。お疲れ様でした。またね。